皆さんこんにちは、トイズトイズのゆうきです。前回は変身遊びを中心にキラパワフォンの基本的な遊びを紹介しました。今回はデコレーション攻撃やモードチェンジなどカメラを使った遊びを中心にキラパワフォンを紹介していきたいと思います。こちらのカメラのアイコンをタッチすると、デコレーション攻撃、モードチェンジ、カメラ、3つのアイコンが出てきます。まずはカメラで遊んでいきましょう。ガイドフレームを表示することで人を写すときに中心に来やすくなります。画角は広くないのでガイドフレームに合わせるには結構な距離が必要かもしれませんね。それではヒメニャンを撮ってみたいと思います。撮影した写真はアルバムから見ることができます。こんな感じ。おもちゃにしてはよく撮れてますよね。かわいいな、姫にゃん。続いて、デコレーション攻撃で遊んでいきましょう。ヤミーを撮影します。スタンプは全部で25種類もあります。こうやってスタンプは最大で8個貼ることができます。スタンプをたくさん貼った場合は、一番最後に貼ったスタンプのテキストが反映されます。スイカが刺さって攻撃できない。すごいにゃん、大成功にゃん。それでは25種類一気にやっていきたいと思います。おお。キラッとビビッとデコ完了。キラッとビビッとデコ完了。キラッとビビッとデコ完了。
バトンタッチメモリーもらえるんだ。知らなかった。続いてモードチェンジで遊んでいきましょう。モードチェンジしたいキャラクターを選びます。ほのか、小雪、キラリ、ゆずき。カメラを使って自分や他の人を撮影することもできます。写真を撮ります。カチューシャは全部で10種類あります。カチューシャスタンプを置いて、それでは10種類のモードチェンジを一気にやっていきたいと思います。はい、というわけで今回はカメラを使った遊びを中心にキラパワフォンを紹介しました。デコレーション攻撃やモードチェンジなど、ほのかや小雪が使っているアプリで遊べるのはとても面白いですよね。キラパワフォンはまだまだ楽しいミニゲームがたくさん入ってますので、また紹介できればなと思います。その他気になることやこれやってほしいなど、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日のクエストはクリア、キラッキラビクトリー。バイバイ。